検証挑戦開封の当たったよ当たったよってさこれ松井証券とか書いてあるからこれお歳暮かお中元か株主優待かでしょみたいな感じで思ってるでしょ違うんだよあのね多分ね松井証券ってある程度の金額となんかなんか条件がクリア されれるるととお中元とお母をくれるんですわあ,あ,あのそれそう,いうそういうのあのせこい株主の人からはそういうなんか話は聞いたことないですが実際なんかあのくるくるんだよねあのうんお,お中元お歳暮的なでそれと別になんかねキャンペーンみたいなやつがあって。 なんかほんま記憶にあるよ,よく覚えてないの毎月応募してるわけではないんですけどあのー、なんだこれって思ったらこれ「株主優待キャンペーン2021当選品」って書いてあるから当選品って書いてあるからねこれ当選してるんですわすごいと思わないこれあのー、何がすごいかっていうとですね あのー、ちびのすけの名義なので <laughs> 私の, <laughs> 私,の <laughs> 私がのあれ力じゃないってところが私ちょっととある事情でですね自分のあの名義のものは全部あの子供名義かあの会社名義か家族名義に移してるので自分名義のものってないんだけどでも 証券のやつとかだと、証券はね、銀行と違って、親権者なんとかっていう感じになるので、一応、あの、親権者で私ってなってる方の、あの、ものす一応、あの、法律的には私が操作しても問題ないみたいな感じ。で、子供の場合は、親権者を変えて、あの、親権者、あの、 黒お、まあ、親父、親権者母ちゃんみたいな感じであの2つ口座が持てたりとかするので,であとその証券会社によっては親権者なしで、まあ、マネックス証券とかは親権者なしでその、うん、もう青年口座みたいな感じで名前お名前みたいな感じだったりとかあの証券会社のね口座とかっていろいろんかあの。 あいろいろな口座のその何名義とかっていう名義をいっぱい取得することはできるんですよだから子どもの親権者を父と母で分けて本人で持つっていうので口座のーん,なんだろう解説の、えー、証券会社を分けるとか。 でい昔はねあんまりあの未成年の口座使っているところ少なかったんですけどあの例えば GMO クリック証券とかはあの未成年の口座とかやってなかったんですけどだんだんなんかいろんなところが未成年の口座とか、えー、OK になったりとか、えー、してる感じですね。確か,か GMO はあんまりいい 記憶がないのであの株ねやってるのは私しか分かんないのでうちのねあの黒子はね全然株分かってない分かってないくせにねあの会社の仲間とか会社の仲間っていうかあの上司とかさ上,上の人とかさあのがさ株やってるとか言うともう自分がやってるみたいな相いつを打つんだよあいつ。本当に いやうんー、んー、とかっつって、いや、絶対お前じゃないだろ、その手柄、全部私だろう、みたいな、あの、感じで。で、一通りの流れとか、一通りのこととか、あの、下がぶるんだよね。まあ、男ってそういうさ、あれなんだけど、あの、この間もなんかあの、マザーズのさ、あの、餃子屋さんの話、あ居酒屋で調布から始まって、あれが、あの、 1>, じあの1月決算で、ど、どうのこのでとか言って言った、たああの店に、うんうんうんって、分かってんの名前、分かってる会社の名前とか分かってるとか言って、うんとか言って言って、あのー、なんか、うん、言って、言ってましたけどね。あれ、ちょっと面白い名前なんだよとかっ言っても、全然そう,そういうのなんか覚えてないくせに、あのー、うん。 なんか一応なんか話,話というか,なんかまあ男は割と政治経済の話っていうのは年上の人を相手にすること仕事でやっぱ多いのでねあのだから結構政治経済が分かるうーと結構あの話ねあね。 色々できるかなみたいな感じただね、理知的じゃない欲望のなんかドケチとかもいるんで、あれはね、交わるあれもないっていう感じですかね。で、これ何、何なんなか、とりあえず来たから、もうなんかね、ちょっと、ちょっとね、私あの、日曜日どっか出かけようと思って。まああの 時系列で言うと、金曜日の夜にディズニーランドに行きました。疲れました。もうね、土曜日の日死んでたんだよ。終電まで遊んで、あの、遊び倒してですね、もう,もうすごい奇跡的に、もうだってもうか、なんかな,かなかなか帰りたくないな、みたいな感じでさ、駅周辺とかで遊んでたって、 帰らなきゃなでも弱ったから帰るべみたいな感じで帰ろうとしたら終電だったみたいな、まあ、終電でもまあ11時半ぐらいの電車であの帰,帰ってきたらワールドラン12時半とか東,東急ストアとか閉まってましたけどね12時までなんで閉まってたけど。 おか、帰って来れるかみたいな。<laughs> で、私がそうやってなんか、あの、うわーっとこう、ね、思いのままにこう、行動する中、うちのあの、黒子は、あの、終電の時間がどうのこうの、ずっと気にしてたんだよ。いつ帰んのかな、こいつって思ってたとかって言ってる。よいいじゃんって。え、何それ終電なのこれって。え、終電じゃないと帰れないのって。あのさ、終電逃したら、あの、もう、電車が、もう、 自分の家の駅まで行かないとかっていうことを分かってないでしょみたいなこと言われたんだけど分かってないよって言って,てえ「えそうなんだ電車って終電おーそう」みたいな「も私もっと遅くまでやってると思ってた」って言ってたら「そんなわけないでしょ」かなっ言われて「電車って11時半ぐらいの終電になるのねびっくりねいやーで多分ね」 最寄り駅から渋谷方向の終電が12時二十何分とかで自分のところの駅からあのねなんかうんなんかもう下々の先まで行かない終電がなんか中途半端にとりあえず止まる終電が12時30分とか,だかまあとりあえず夜中は電車動いてないっていうことがね ああ分かりました私電車ってもっと遅くまでやってると思ってたから、うん、我のガストどうなんのって言ったらどうなるの何も <laughs> タクシーで帰るとか始発で行くとかって始発ってマジみたいなさなんかちょっと、うん、意外と分かってないみたい。うん 分か,分かってないないからそういうこういうことができるんだろうなと思ってたとかって言ってさ言われたんですけどそれで土曜日は死んでてもう読売ランドも行かなきゃいけないなと思いながらも一応まん延防止かなんかになっちゃって店は8時とかで閉まるしなんかねつい2週間ぐらい前の状況と、ま、全然変わってきちゃってるから。 いやーで手持ってんのに行けないのク <laughs> ーっとか言っていやそんなのもう昨日ディズニーランド行って今日またあ,のあれ行くの無理じゃんとかって言ってで、あのー、日曜日もう <laughs> 行こうと思ってたんだけど私なんか日曜日出かけようと思ってたら一日中なんかあ出かけるんだみたいな感じでたら寝れずになんか寝る寝れ,寝れなかったんだよなんか。 そしたら、あの、一日寝れない日の夜っていうのは、結構早く、一日中眠い状況の割に早く寝れるという利点がございましてですね、結構ね、えー、日曜日中に寝たかな。日曜日中っていうのは、えー、なな何時、11時とか時、11時半とかさ、12時前とか、うんまあ、それくらいなんか、かするくらいから、 爆睡モードに入っていや久々になんか朝朝なんか起きたみたいな朝朝を徹夜状態で朝を迎えることはあってもなんか爽やかに起きてる朝っていうのが久しぶりでいやもうちょっと今日株主総会とか行っちゃうかなみたいに一応あ,あるんですわでもなんかのとりあえずまん延防止とかだし 「いっか」みたいなもう「いっか」みたいな1月行かないってい1か月にい1本か2本ぐらいは行ってたんですけど完全に行かないっていう月がうん2022年しょっぱない行かないみたいなチンみたいな感じなん,かなんかなんとなくなんか疲れたななんだろうなこれは。 うん、で、これを開けてみたいと思います。どんなものか。で、こう、こうキャンペーンとか言っててねこう、結構当たってるよ。なんか、でも、毎回、あの、応募してるわけじゃなくて、気まぐれになってその、その、毎月毎月なんか、その、キャンペーンを、毎月毎月っていうか、そんなに私、あの、一日中、パソコンに向かってないからさ、 あのまあうん分かんないと思うかもしれないですけどあのそんなに私は、ね、デイトレーダーっていうやつではないのであのこう1日10パソコンでさあの金額をこう追ってるようなあの株のやり方とかしてないんでもうねそういうのもね全部子供がいたら諦めざるを得ないんだよ。どうしてかというとあの幼稚園が <laughs> また出た幼稚園って思うかもしれないけど幼稚園が。 あのバスバスのどんどんのこうのっていうのがもう9時半とかさそれくらいなのよ朝朝一から勝負できなかったのもん何のあれじゃんもう,もう終わってるからさでお迎えが2時とかさあのなるわけよそれで1週間に2回ぐらいはあの午前中ぐらいで帰ってきたりとかするのが幼稚園なんでそうするともう全然無理じゃんあのだいたいあの パチンコとかでもそうなんだけど、やっぱり一日中それに集中して、その前日の状況とか、あの、流れで投資が見えてない時に、あの、こうお金をかけて、 すこうやっても成功はしないんだよなんかずっとやるんだったら一日中張り付いてそれももう毎日毎日ちゃんと見てないとダメっていう感じで、まあ、デイトレーダーでねお金を稼ごうとするんだったらちゃんと一日中張り付いてやらなきゃダメだとで私の場合はあの中長期の投資なのであの別にそん毎日いじってるわけではなくチャロと となんかあの小耳にあの挟むと、まあ、にテレビは見てないんだけどネットのニュースとかでふっとこうくるじゃん。んでいくら鈍くてもああまん延防止なんだなとかっていうのは肌で感じることができるので肌で感じた時にうってこうちょっとちょろちょろっとこういじるぐらいな。で基本的に株っていうのはあの一喜一憂して。 あのいるというよりは売らなきゃ損することは損が確定しないということで売らなきゃ損はしないっていうスタンスなのでまあ中長期で持っていればまあ 損はしないかなみたいな感じかなだから、あの別に、そのなんかさ、ブログかなんかに載せるので、自分がいかに、あんまりお金持ってないのに、自分がいかにお金持ってるかを見せびらかすために、あのその毎月毎月、権利ごとに、売って買って、売って買ってってやってるやつは全然儲からない。むしろ手数料で損してんじゃねえのみたいな。いや、あの人、本当に下手くそなのに、 いいっぱい優待はあの持っは持ててるるみみたたなな感じの手でやってるねね人あれ、ね、結構ねちょいちょいじじいからねあの借りて写真だけ撮ってとかあのうまーく人を転がしてやればいっぱいお金持ってますよみたいな風呂敷は広げられるんだけどでも中身が伴ってないからもうツイートとかさ日々のあれを見ればあのー 売りましたって言ったらすごい爆上げしたりとか買いましたって言ったらもうストップ安とかね、あのー、すごい才能が何だろう何かに取りつかれてるんですかあなたっていうようななんかもう間違った名人っていうのがいるんでねあのもしそういうの、あのー、株とか。 経済とかお金が絡むことをあれし人任せにしない方がいいかなっていうのは、えー、私が言える供給でございますね。でこれはであとねやっぱりねあこぎなことしやってるやつはねやっぱ不幸だよねあこぎなやつで私結構なんかのうん運がいいもん <laughs> すごくあの人からどう見えるかとかそんなのを気に 知るあれもななくさなんだろうなうアコギじゃないからんあんまこお金困ってないからねこういう検証とかもよく当たるんだわあのイじアルバーさんみたいなやつとかはねなんか株主限定イベントとかのとか工場見学のやつとか抽選のやつとか軒並み外すんだってあの一族のまあだいたい 自分の孫まで含めて7名義ぐらいあってさ、応募しても1個も足んないとか言って,言ってるなんか、私、あの、子供と共に当たるからね。本当に。子供と共にだよ。あの、いろいろな工場見学とかね。うん、なんかイベントとかね。なんか、そういう試食会みたいなやつとかね。うん。あれ、単純にあとはあれかな。資産状況とか関係あるのかな。わかんないんだよね。その辺も。 どういう状況なのかっていうのをさ、まあ、検証もそうなんだけど全部が全部見せるわけじゃないじゃん。うん、だから本当にそれってあの純粋に本当にあなた当たってるんですかとかさあの「あなたいくら持っててこんな,なんかのあの名人みたいなこと言ってるんですか?」みたいな「あなた本当に名人なんですか?」みたいなのとかってあるからね。うん あ何も意識しないで普通にあの生活してる人の方が全然なんか心豊かになんかの生活してるってパターンもあるんであのー、うん。よし。でこれ,はこれ,これ私結構神経質なんでちょっと綺麗に開けたいタイプなんでね別にこれをね転売するからそういうんじゃなくて気持ち的に綺麗に開けたいなっていう。 あんまり手とかもあんまりできることなら映したくもないんだけどうんよしきれいここきれいにこうきれいにこうきれいにチュアチュアチュてなんか当選って書いてあったからさいやーまたなんか絶対何か株主優待かなと思ったんだけどさいやーなんか当たったって書いてあったら こほんとにじなんか嬉しいじゃんもうここはあれか開けてさあれを,をさあの番号とか書いてあるのをさ見ら、うんうん、れたあでもこのカタログ何回か見たことあんのこれんージンジンライムって書いてある <laughs> これはカタログはどんな感じなんだろうちょっとハーモニー 大体いいねカタログねあトラヤのようかああトラヤのようか見れば大体いい値段が分かるわ、うん、あのこれが2455個,個入りの1列のが2000円ぐらいで売ってるんでこれが2個だと4000円相当5000円かな4000円相当ぐらいのカタログあっ3000円じゃないのトラヤのようか二2列のトラヤのようかんだから。 あ,あちなみにええー、っああああゴティバもあるあこれは5,000円はいかないな4,000円だなこのゴティバのうん,うんうんうんこれ4,000円ぐらいだなでも送料が入るから五千円倍か5,000円ぐらいかなそんなことを考えてるっていうのがえー、なんだけど あんま好きじゃないんだよねあの婚活であのー、相手のご両親のところに、えー、持っていく手土産はこの虎の羊羹がよろしいかと思いますって植草先生が言ってましたよう、えー、だと日持ちしずるしこれねそんなに大きくないんですよ大きくないけどしっかりしたもので一応まあ 関東トラヤっていう感じだと思うので、うん、赤坂のねトラヤがねこれ新しくなったんでございますよあのお受験の時の挨拶は1本の洋うあの1本こうでっかい洋館のやつを2本入りのやつで8,000円から1万円ぐらいのものを持っていくって言われるんだけどあれ,これさ都市伝説みたいに感じるんだけど今の人ってそういうこと多分。 やらないと思うんだけどあのお受験とかって言ってもあの進学会とか小熊会とかそういうなんかあの会とかぐらいなんとか会とかってついてるあとジャックとか、えー、そういうさあのところのなんとか会とかついてる軍団みたいなあのところは何店舗かあるようなところはそううなんか別に羊羹とかの代わりにあの入学金が8万円ぐらいかかるっていうぐらいで。 えー、なんだけどあの個人でやってるオタクを開放して一軒家のお宅を開放して、まあ、あのやっているあななん前田塾とかさ野田塾とかさあのそういうお名前個人のネームバリューでもってやっているような、えー、お受験の教室に持っていくっていう感じなんだよね。そういういとかやっぱり あの絡めた方がっていうあのもう分かりやすいさこういっぱいその辺にあるあの小熊会とかまあまあでも小熊会のん,なんかプリントみたいなああいうのはなんか鉄板の必須アイテムみたいな感じではあるけど今はどうなんだろうねこういう時代で少子化も進んでてコロナ禍であー何が問われてるのかねちょっともう。 うん、あダロワイヨあ、これ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 ,これあの大道の検証当選品でであのさマドレーヌマドレーヌとああ何これお菓子ばっかりじゃんあお菓子ねアフタヌーンティーああアフタヌーンティーね あ骨格の話ばっかりするこてさもうあの二時間ぐらい語ったよあの一本一時間でさ日本もううずらの関係で三個あの喋ってるからさ二時間ぐらい語っちゃった もうアフタヌーンティーのやつもさやっぱだからデートに慣れてない男は何をエスコートしていいのか分かってないし女は女でまた過去で勘違いしてるっていうのがあったりとかするからね結婚するからって言って特別な自分がシンデレラみたいな感じで思ってるとこは間違いなんだよねいや男はそういうふうには思ってないわけだからね誰と結婚するかああ あーこ,れこれ関西のやつじゃないこれ田原屋あこれも食べたことあるわこれあ食べたって言っても私の食べたっていうのは本当にあの一口食べれば十分みたいな福寿園あーお茶ですねああ甘納豆だあなんか文章界のお土産って甘納豆とか多いな長崎堂ー橘屋あーあー これを見てどうするんですかって、欲しいものないよ、これ。いやー、いやカタログギフトいただいたんだけどさ、選ぶのが、うん、いいあ。ああ甘いのじゃなくなってきた。甘いのじゃなくなってきた。あとこれ、あのー、同じようなカタログを見たいときは、これを調べれば、あの、多分かあの、ウェブで、 見れると思うので、うん、あ海苔もいらねえな海苔もなあこれもあ海苔もいらねえな平鎮楼のシュウマイとか,あなんか横浜って言うとシュウマイだと思ってるバカもいるからな、うん、違うよ別にいっぱいあるぜいっぱいへえあラベットラウチアイの 黒トリフソースのハンバーグハンバーグ自分で作った方が美味しいだろうあーでも甘いのじゃなくなってきたアリポルトのうーんうーんあイタリアンだってでもさイタリアンってさあのこういうんじゃなかったおーでもグラタンとかいやでもさグラタンでこれ 高えだろう、そうしたら。4個しか入ってないよ。4000円でこれかよ、みたいな。だんだんケチ臭くなってきて、当たったやつなんだからありがたいやと思えよ、みたいな。おー、私の大好きな RF1 ロールキャベツとか。高いだろう、これ。おー。帝国ホテルキッチンのチキンドリア。 ええー、宮地区おぉ宮地区出てきたよ宮地区宮崎地区三部で宮地区。ああ、そうか。ピーマンのレシートでとかって言って。あの、ふん、本来だったら、多分、あのー、今1月末なんで、検証とかのさ、応募のさ、駆け込みをやらなきゃいけないみたいな感じなん。 だけどもうあのー、今回はね駆け込みやらないって決めたんでねああ駆け込みやらないってこれは何えペアカフェああカフェねああこういうのもねだってでもさ初対面の人とさなんか食べるとかって言ってもさ食べた気しないよクレオール。ああ なんかや,やっぱりなんか気を使わなきゃいけないからさでそれをさあの、ま、とりあえずあの何回か会わなきゃいけないグラタントーストだってあーおうち手,手軽にカフェメニュー今のところなんかあのイタリアンゾーンのところしかおいしく食べれる長期保存食保存食だってえ和食 何こう <laughs> こうなのね肉って大したことないんだよああ伊藤ハムとか出てきたのうんプリプリマハムマジかよこんなところでプリマハム選びたくないぞもう私はあでも選びたくないぞとか言っちゃダメやねあの金曜日に <laughs> 言ってきたのプリマハムプレゼントなんだからさちょっとあの感謝の意をね、うん、いらねえよとか言って言ってる場合じゃないんだよ。1枚なくしたチケットをね探すためにまたそ掃除に掃除整理整頓活動をしなきゃいけないなーと思いながらマダイのしゃぶしゃぶああなんか,から甘くないものが出てきたからさっさと選んで投函しよう。 これカタログギフトってさえあのこれ考えるの結構嫌だから面倒くさいから誰かが選んだのを真似して選んだりとかあのー、してたんだけどさ「あこう北あかり」とか選んだとしてもじゃがいも北あかりが美味しいですよ。うわ黒にんにくだったよあ北あかりとか選んだとしても10月からですあ森のクマさんだって。 えー、3キロだったら米的には高いんじゃない米もね買わなくていいほど米がさ定期的に来るからさ贅沢な悩みなんだけどさやっぱり買いに行く楽しみとかさ米検証とかやりたいとかさ、うん、なんかそういうことを考えると、うん、本当に贅沢な悩みなんだけどさあのうんプリームシチュービーフシチュー ビーーフカレーあーカレーねカレーねー料理しない人はこのレトルトのカレーは鉄板なんだよねとりあえず無難とか言うかもしれないけどレトルトのカレーが苦手なんでパテとテリーヌとか串カツとかギャバンスパイスセットセット内容ブラックペッパーホワイトペッパーなんかん別に普通に型がいいよ。 うん、ラーメンもね繁盛店だ,、ね、だから朝ちゃんとあーあーこういうのもよく見るな、うん、あーそうめんねこれねあだんだもうフィ,フィナーレになってきたのこれ最後の方はアイスで終わりかああなるほどあーメープルシロップとかもある、ね 最後のはアイスで締めくくりみたいな団子とかうんあの当たった検証の当選品を一応紹介してるみたいな私これいいからさこのこの鉄瓶とかさ <laughs> がいいよな鉄瓶とかさが欲しいなりんごジュースなんかいらねえよあっ ワインワワインワインンねー値段がさあ,あソワベだえー、ソワベなんかこんなに4,000もするかもうーん700万だとああまあでもソワベの中でもまあ、あれがあるからねそれなりのあのまあでもあのうーん まあ、白のああ白,白ワインのってなんか思い出か思い出が,思い出がああんもう日本酒なんてもう全然飲めないよマジにもうあ,あビールなんかも,もう論外だね 梅酒だったああ酒全く飲めないんでえこ,こんな感じですなんかあまああれだなパコパラパラって見てあっ何これ何これララポート立川店の平日ペアご利用券ああ,あ,あこれ直接食べに行くご一名様のカフェとかさ 結婚する前は、ね、特別感をさ演出してほしいとかって思うかもしれないけど特別感を演出できるような男はあのもうとっとと結婚してるしねあの自分のあとにもう後にあとに先に出てこないから結婚できるんだろうけどあとからでも男っていうのは若い女の子が好きなんで若い子可愛い人綺麗な人。 目がて映るんでそういうことができる人はまたそっちの方に行くからさ気持ちとかも全てあのそ,そっちの子を誘ったりとかするわけだから浮気されて終わりだぞみたいなで結局は何も夢みたいな感じの夢見心地にさせてくれなさそうなやつと結婚した方が幸せだったりとか。 するよねだから男が分かんなかったら私が選んどきますねくらいにあの、ね、引っ張ってやるしかないんだよねとか行きたいところを自分でなんかあの予約しときますねかなんかって言ってさヒントを自分でやってもらいたいことをはっきりはねダメだよもう,あのもうね全然ダメだよ一日のスケジュールを私が立てて行ってこいみたいな感じでで 行かれちゃうとさ一日いないとちびすけがい,、ね、いないみたいな感じでとっても寂しいんだけどでもなんかその間何してるかっていったらんか、うんうん、もう寝るしかないね。うん、いや一人でーーーー、はい、でたまにさうずらがさ「パクパって言って「うーうずら」って,って。なんかねあと 今今,今ハリネズミって夜型なのにうちの左右さ取りつかれたみたいに走ってるんだよね何なんだろうこれ不思議あの左右とサクラっていうメスが 2, 2匹いるんだけどサクラは全く走んないの左右がもう今も走ってんのカラ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 ずっと走って体重が 600g ぐらいのあったのが今ね 130g ぐらい落ちて450とか450とかそれくらいに今体重がなってるんですよ。ま、だハリネズミの,あの理想的な体重が 400g 台なので理想的な体型のねボディになるためにもうなんか。 ご飯食べる量も減ってきてるし時じ上走ってダイエットに成功してんのうちのハリネズミの左右はでさくらの方はあのデブになってきてるんですよ最近で全く動かないで食べて寝てみたいな感じでで回し車の,あのハリネズミも最初の回し車の大きさからちょっとチェンジっていうかなもうちょっとあの いい一回りぐらい大きい回し車が必要になってその回し車を変えたタイミングでその変わったことが気に入らないんだがさくらが全く走らなくなって今さくらの体重が5 0 0ムオーバー530とかかなぐらいでちょっと左右よりもさくらの方が大きくなったんだよ。あんだけさ,ハリネズミさくらって元々100 30g とかうずらぐらいの大きさだったのがここまで大きくなって大きくなったけど今度はちょっと全くあの走らないからねであのケンタっていうオスのハリネズミはあのもうメスとねメスに噛まれてばっかりいるんでちょっと今あのうずらの隣に引っ越しをしてそこでねなんか。 暮らしてる感じハリネズミの寿命って多分4年とか言われててでハリネズミでまあ10年生きてハリネズミで結構感動物語みたいな感じみたいなんで多分4年ぐらいの寿命だと思うんですけどであのうちのハリネズミはあのコロナをきっかけに飼い始めたので自宅でねずっとこうノイズになりそうだったからね。 それで飼ってるので2年目なんですわ。あので2年2年だから今何歳うちの左右うん。人間で言ったらまあまあちょっとアラフォーさんぐらいな感じなんですよ。 で、うちのチビすけがさ、ハリネズミってね、1歳半超えたら、もうね、あの、赤ちゃんとかね、産むのね、無理なんだって、とかね、厳しくなってくるんだって、う、うーん、とかして言ってて、え、そうなの <laughs> とか言ってて、え、早いなと思って、あ、あアラフォー様か、じゃあ、サユはもう2歳だから、ちょっと、あれなのかなって言って、なんでこんなに走ってるのか、ちょっと、不明なんですけど、 うん、でもハリネズミって基本的になんかあのトイレはトイレの砂の上でおしっことうんこするんであのまあ割と割とって感じうずらはねだあのおしっことうんこの,あのしつけはできないのでもうねそこやじょちちちあのやってる感じ、うん、なのでどちらが臭いかといったらうずらの。 餌も餌も臭いしうずらの方が臭いかな、うん、鳥結構ね匂いあのなんだろうやっぱり鶏系と同じ感じだからうずらって多分鳥でもあのインコみたいなやつの泡玉とかそういうの食べてるようなインコインコみたいな鳥はそんなに臭くはないんでしょうけどあのうずらは意外と匂いは餌が臭いからうん いいえー、臭いもの食べてんだから臭いうんこは出るみたいなそんな感じかな、うん、だから多分養鶏とかも結構匂ったりとかすると思うっていうのであの一応ですねこう同日同日と当選品なかったですけどあの月曜日にこ届いたっていうあの検証当選開封の儀検証当選開封の儀なんだけど これ一個だけでさしかもねタワーにもならないしさとりあえず日々日々こう紹介しつつうん待って,てうんカタログギフトねまあでもウィンドウショッピングをするよりはカタログギフトでこうまあ選んだ方がいいかもしれないけどさなんか選ぶなんかがしくじって。 たんじゃねえかなとか、直接手に取れないからね、質感とかが分かんないからね、ちょっとね、選ぶの大変だよね。こういうのもなんかあのうまく選べる人がいればすごいなと思うんだけど、うーんねこれあの中が気になる方は、っていうかあの当たるよ松井証券。 あの、うん、ここで宣伝入れ差し込んでくんのか、みたいな感じかもしれない。で、これで私がさ松井証券とかして何回かさ言ったらさ ai があの認知してさ。あの松井証券の広告入ったら笑えるんだよね。私自分の動画に何の広告が入るのかがすっごいね。い興味があって、あのうん。興味があるから結構自分の動画をね。 あの再,再生したりとかしてるんだよね再生して広告が入るとあのどんなだが入るんだろうみたいなであの婚活のなんかあの番組テレビを追っかけてまで見るってことはあまりないんだけどあのなんかね婚活の話をあのしたらえじゃあ結構そうだちょっと何かあのそれ系の,あの広告が 出て出てるってま,まだあの爆睡してる爆睡,爆睡っていうかなんか早く寝ちゃったんで自分の動画の自分の広告見てないから分かんないけどやっぱり婚活の話するとそれが出てくるって「AI すげえ!」って言って女王が言ってた。でも女王とだ,だとさすっごいなんかあのこうなん,なんていうのかなやっぱ人生をさちょっとやっぱりさもう。 折り返し地点とかで言わないけど、100年の中の折り返しまでは行ってないにしても、やっぱある程度の人生経験っていうのかな、あの、まあ、一応学校卒業し,し,して、で、社会人になり、で、子供を育て、みたいな家庭をへ、あの、家庭っていうか、工程を経てると、あの、婚活、今から誰かと結婚したいみたいな感じの人よりも経験値があるわけだから、 あのはあずれてんなーっていうそのずれずれ感がさなんかあの、うん、なんか女の人がさだって自分のスペックがさもうこのキャパがこれだっていきなりそんな白馬の王子様みたいなのが現れるわけないじゃんみたいな自分のお父さんとお母さんとみたいな感じの。 あれっていいうのはない、ね、40年間さ何て言うのかな給料が値上がりしてないっていうさ物価は上がってんだよもちろん物価なんかは上がって物価は上がってるのにあの給料が据え置きっていうこのねあの日本のこの状況の中で他力本願に夢見ているというかさそれでじじいは嫌とかさいやー いや自分で何もできない人だったらじじいに乗っかった方が楽だよだってじじいじじいだったらさそれなりに人生経験とかがあるからあの多分うーんねいろいろな色々な面であ,あんまりじじいで短期とかじじいでケチっていうのはないかもしれないけどでもケチとかケチじゃないとかっていうさ前にさあのー。 なんだろう結婚相談所でさ知り合ってあの結婚するかどうかどうしようかっていうデートの時にバンバンお金使ってくれてないみたいなさ感じでだったら逆に男側からしたらさまあんかのちょっとご飯とかもさすげえ超一流の。 あの店に連れて行って超お金使ってとかって言ったらなんか結婚詐欺師に搾取されてるような気分になると思うんだよな逆に。あ、もうこの人と、だからあの恋愛結婚かなんかで男が本気スイッチ入ってこの子と結婚したい、けどきたい、落としたいって言った時の,あの感覚と全然違うと思うからそういうモードのに入ってまあ男が 惚れたみたいな感じでこうつぎ込むさモードとな、まあ「この人と結婚するのかなまあちょっと友達っていうわけでもないしまあまあでも」みたいな感じの人にそこまでつぎ込むかって言ったら逆に男はあんまり金目的みたいな感じの女は嫌だなって警戒してで女はさあの金使ってくれる人の方がいいみたいな感じだと多分マチン うまくいかねえんじゃねえのみたいなとかあの変えて育てていくみたいな男は割と単純なんで自分好みに育てていくしかないんだよみたいなことをあの、やっぱり着込んでさある程度あの、<laughs> 子供もいればね絆もあるしあの、経験にもなるじゃん。私なんかまだ 子供が小学生なんであれなんだけどもう大学生のお子さんとかさもう社会人子供が社会人とかになった子供とかがいる、えー、人なんかはもっと分かるよね人生なんかはね、うん、何をどうっていう感じいやほ本当にあんな資産家と結婚したらさいや資産家の話もねあれだよ もう、もう、もう、うちはもう、ものすごい喋るからさ、資産家といえばさ、あいつ、 あいつみたいに結婚したいって,言って言ったら「ははー」とか言って「いや,でいやでしょ」っつってだってさあの自分のところのビル持っててビルとあのだからもう駅前に自分の本家があって親が住んでて親なんかはっきり言って知らないからねそんな簡単にあの30ぐらいで結婚30とか40で結婚するでしょ親30年以上生きるからね そんなすぐ遺産だとかさ、この人の資産だとかって思ったって、自分の,あの身に入るまであの30年以上かかるからね、3四40年。下手したら、ね、自分の子供が結婚するぐらい、結婚するしてっていうぐらいまで、そんな簡単に知らないからね、あの、親のさ、あの裕福な家の、 あの人と結婚したりとか資産かとかって言ったってその資産全部自分のところに来るわけじゃないからねまずあの、うん、相続の順番みたいなやつも結構あのあ正式に結婚してでも直系の人とかってなるわけだ,、ね、だから、うん、遺産なんてもうそのの普通に普通に結婚して普通に生きてたら自分が死ぬとあの大差ないくらいに。 自分の旦那も弱ってきくるとかあの親がもちろん先に死ぬパターンの方が多いと思うけどそんなに簡単に親だって知らないからさ普通普通はね普通はあのあの、うん、普通は普通は30年以上そのまあ30の。 女性30とかのぐらいの女性で結婚がとかって言って婚活のあれのレビューを私はしたけど30の方で親が60とかだったら60のお父さんお母さんってそんなに簡単にすぐ死なないからね60まだ元気だからねあの働いてるからまだ60は。 ね、70でもまあ働いてるよねおじいちゃんみたいな人でよく警備員とかの人とかなんかあの,あの公共施設とかでなんかやってる人とかもいい働いてる人もいるわけだからで国会議員なんか80でも国会議員になったりとかするわけでしょうだから、ね、80でも全然元気だからねであのうん、うん、だから そん,なそんなそんな簡単に親なんか死なないから資産家って言ったってさどの程度の資産か分かんないけどさ私が知ってる資産家だってさ俺、一日中とか会社に行くわけじゃないから会社って言っても自分のさ親の会社でさちょろちょろっているだけだからさ別に朝行って夕方帰ってくるとかでもなくプラ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 してる人と結婚すると。 普通だと思うよ。やだな、私。だったら金がなくても、朝ちゃんと会社に行って、夜帰ってくるみたいな人の方が、いいわって思うよ。で、だって休みだってさ、毎日、いつでも休み、うん、旅行とか行けるよ、みたいな感じの暇の状態のさ、休みと、 あのもう平日がっちり仕事で、もう土日もどちらか仕事出なくちゃいけなくての、あの休みの価値と、毎日が、あの、お休みみたいな感じの状況、いつでも休めれるよ、OK だよみたいな感じで、一日一緒にいたら、 いやだと思うよあれどうよっってあれにでも「あの人一応資産家だよ」とかって言って「いやでも BM とかに行くとさふんずり返って一日中いいんじゃんあれ」とかっつってそれ実際にもうね,ね BM とかに乗っててさオーナーだったりとかもするからあれなんだろうけど「あれなりたい?」って「あれ結婚したいと思う?」って言ったら「嫌だ,だよね」って「あれだったらサラリーマン <laughs>」で一緒に苦労しながらの方が 良くないみたいなどうせ資産家なんかと結婚したって資産家のご両親っていうの空いてる方の親なんかは子供を産むための、まあ、もうね女の人がいなかったら子孫が残せないわけだからもう子孫を残せみたいな感じでさ思われてしかもそれもさおあの、まあ、親世代なんかは男の子を残せっていう、まあ、日本は特にそういう考えが。 あのまだ残ってるわけだから男の子なんか最初に男の子生まれなかったらあのもったのせいだみたいなそれがあった長女次女三女なんてなったらはあ、ダメ嫁とか言われんだよはっきり言って女の子3人とかなんでダメ嫁って言われんだよマジに女の子 3, 3人もうもうだからそのダメ嫁って言われる前に 同じまあ、姉妹で終わっとけばダメ嫁まで言われないんだよあなたのところはね男の子がいないからねうちを継いでもらうのはねうちの、ね、弟夫婦の方にとかっていうさあれになるけどさ三女までえ一1人2人3人それ逆だったらまだね3兄弟うっていうのも絵面があってあとなんかあの女性が男の子を育てるのってむっちゃ大変だよ あの自分と全然違う生物、生,生,生物っていうか、あの性別の人を育てるわけだから、え、こうなの先が見えないよ、全く。え、こんなことするなんでこ,うこんなとこ穴開けんのこの人はって。あの、ほんとかんないもん。で、なんでって言ったら、いや、机あったらさ、なんかこう、掘りたくならないとか、言われてもさ、いや、ならないよ。 ああ、そういうタイプなんだ。うーん、お前に似たんだな、みたいなさ。なんか、学校の机ってさ、あったらさ、なんか掘りたくなるでしょ、と言われたら、全然掘りたくならないけどって。なんか、それわ、わからないでしょこれ。聞いてる人が、ほぼ、ほぼ私の視聴者って女性の方なんで、男の気持ちなんかわかんないよね。そこに穴があったら掘りたくなるなんて、穴が、あ、穴つって、机があったら掘りたくなるな。なんでって思うじゃん。 私消しゴムをさ無駄にさコス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 やってあのなんかかスをさ丸めること自体も理解できないのになぜそんな無駄なことすんのってだからお前はバカなんですよ勉強してないでしょみたいな、うん、なんかきゃああのだって一生懸命勉強してる人は机に穴開けようと思わないでちゃんと前見て話聞くか 書いいててててっって下見て書くかっていうその作業しかしないわけだから穴を開ける工程って絶対無駄じゃんってその間はじゃあ何にもしないで穴掘ってるわけみたいなあのうちのだろう壁,壁とかにさ穴とか何とこのとこ穴開けんのみたいなまだ別にこれ中学生になった時の反抗期じゃないから中学生ん を経験してるお母さんから言うといやもういきなりねなんかもう一日中イライラして壁とかに穴開けるんだよっていうあとパンチかなんかして穴開けるらしいんだけどで洗面所かなんかのあのなんかの壁は薄いんですってだからパンチすると穴開くんだってで壁紙があのビロビロってなってるって書いて聞いたんだけどさえなんでか壁に 痛いじゃん、手がって言って。わかんないでしょなんで穴開けんのかなんで壁にさ、自分でさ、なんか、の車かんかでぶつけちゃったとか言うとわかるけどさ、でも免許持ってないでしょ、まだ。なんで俺であの自分の自らの手で穴開けんのかなとか、全然意味わかんない。本当に。これ、俺はさ、あの、結婚して、 もう,結婚もう本当だったら息子なんかは取られたくないわけだから嫁に取られたくないんだけどでも嫁がいなかったら孫ができないからそこ仕方なくっていう感じであれするわけでしょで資産家とかだと高確率で親近くに住んでるとか下手したら同居とかだからね本当にで結婚したら自分の親が親元からは去っていくっていうさ 騒ぎ出した自分の家から去っていって相手の両親をあのっていう話になっていくわけだからうんねえっていうまた話がそれましたがえいい感じにですね あのー、そろそろ終わりのお時間になりましたんでえ今回の検証当選開封の儀はこれでございます。で、あのー、結構ね当たるから当たってるから実際に年に2回ぐらいなんかなんちゃらキャンペーンとかだからやった時当たってるから。 100%しか言いいようがないよねじゃあやれよって話だけどさいやでもねそこをね欲深くいくと毎回エントリーしてますみたいなな,なんかね場面に出てくるんだよ出てくんだよなんでかうん、はいあのキャンペーンみたいな感じで12月のキャンペーンに毎月多分キャンペーンみたいなやっててそれあざとくさ あ、出ますよ。出ますよ。出ますよ。出ます。よってやってるやつは当たんないっていうで、なんかこう無欲でまあ、別にそうなんだ。あんま何も持ってない人のところに意外と当たったりとかするっていう話が最後したいっていうだけですね。あの、本当に欲深いやつは結局なんかこう運を話すみたいな。無欲でいる方が。 意外と幸運なことがあるっていう感じあとあれだよねやっぱりこうずる賢くさやってるとそれは幸せじゃなかったりとかあとはなんかあの表面取り繕ったみたいになんかさ異常にブログとかでもさ「何々さんありがとう」とか「何々さんと一緒に」とかさそういうなんか誰かと一緒アピールする人っているじゃん。 ああいう人ってもともとしいんだろうね、うん、だっていちいちあのリア充で満たされてる人っていちいち誰とどこに行った何々さんありがとうとかやらないもんそうなんだって別に個人的にさ LINE とか電話とか個人的にやり取りすればいいだけで何とかさんありがとうっていちいちブログに書く必要ありますそんなの。 意味ないやんっていう感じでございます。っていう感じでございます。あの異常にとにかくなんか、ね、自己顕示欲の高い人が結構あの株主優待とかのものを自慢する人に多く見受けられるんであの冷静な視点から見たら「ああ幸せじゃないんだこの人」みたいな。 ブログで存在アピールするんだみたいな感じがね、うん、最近なんかよくよくんかこう渦の中に入ってる時はよく分かってないけど「ああ全然ダメじゃんねー」みたいなって思いました。ということでえ欲深く生きるよりは無欲でいった方が運が広 拾えるというかう運がやってくるというか左右本当にに何かこ私ずっと喋ってるなんかずっとしゃ歩き走りみたいななんかだろうランニングみたいな感じでやってるんだよねちょっと左右を見習って、えー、引き続きここからせっかくね朝気持ちよく目覚めてこうやってなんか、うん、いるんだったらこの有意義な時間をちょっと。 いろいろやろうかなと、まあ、朝,朝から洗濯したりとかさ活動してんの私本当になんかこう「こんないい日ってないわ」みたいなまたこれのいいループを、あのー、維持していこうかなと思っております。と <noise> いうことでご視聴ありがとうございました。